2023年 98% の米農家が赤字で経営破綻します。するとどうなるか。日本から米が消えます。いや、米がなくなればパン食べればいいじゃないのっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、パンも食べられません。当然ながら食糧危機で小麦を輸出しているっていう余裕が世界的になくなってきているので、日本から主食が消えます。するとどうなるか、まあ、いろんなことが考えられますけれども、まあ、米の奪い合い、米騒動のようなものが起きてくる可能性があります。知っておいた方が絶対にいい話ですので、最後までご視聴ください。そして良ければですね、この動画を他の人にも教えてあげてください。実は日本から米を奪っちまおうぜ作戦っていうのは戦後ずっと続けられてきました。まあ、昔はですね、日の丸弁当で日本人は生きてきたわけですよね。なんだけれども、そこにパン食が入ってきて、だんだんと米が減ってきました。そしてそのクライマックスとして今があるっていうふうに考えるのが分かりやすいのかなと思います。この米問題も実は利権の問題、巨大利権のためにですね、日本の米農家が潰されようとしているという事実はあるということはですね、しっかりと私たちは認識しておく必要があるかもしれません。そしてですね、今日はまあ最後にですね、じゃあこの状況をどうやって脱したらいいのかという、私米好きなんですけどっていう方ね、米ないと生きていませんっていう人、私も生きていけません、その気持ちを同じくする人はですね、ぜひ最後までご視聴ください。まず事実として 98% の米農家が来年消えます。これはなぜかと言いますと、もう完全に赤字になっちゃうからですね。肥料ですよね、肥料みたいなものがロシアとかウクライナから輸入してたものがまず消えます。そしていろんなものが、原油の価格も上がっていきますし、作れば作るほど赤字っていう状態になってくるんですよ。でここでね、ちょっとなんか怪しいなと思うのは、日本政府もですね、米じゃなくて小麦を作るとなぜか補助金が出て、小麦作らないと利益ができないみたいな形になってるんで、米農家の多くの人が小麦農家にくら替えしてるっていう現実があるんですよ。いやー、何かね、怪しくないですか。ここら辺詳しいところまでは掘れないんですけれども、少しだけ触りだけしか言えないんですけれども、実はですね、減反政策とかいろんなものが日本で進められてきたということを知ってる人もいらっしゃると思うんですけれども、日本人は米を古事記とかの神話とかにもね、やっぱり米って大事な食べ物、神様からもらったみたいな感じで、ご神事とかでも、お米って大切にされるじゃないですか。でもですね、もうそれをもうとにかく奪いたい勢力がいるんじゃないかというと、ちょっと陰謀論臭いんで、これ以上はちょっとやめておきますけれども、米がなくなった方が日本はもっと都合がいい国になるんですよ、世界的に言っても。だって小麦売りゃいいんだから、小麦に全部変えさせたいんですね。もともとアメリカは日本に対して、もうとにかく小麦をはける国であってほしいんで、詳しい人は知ってると思うんですけれども、日本では農薬がたっぷり振りかけられた小麦が食べられています。アメリカではあんまり農薬とかあんまり振りかけられていない小麦が食べられています。農薬がぶちまけられた小麦が日本には輸出されています。それの方が大量生産できるからですね、そして儲かるからですね。ということでですね、実は日本はいいかも、いい市場なんですよね。ずっと実はそれは戦後ずっと続けられてきた。ただ日本人はお米が好きなので、お米抵抗勢力っていうのがいてですね、お米が私は好きだみたいなね感じでね、でも、ずっと国策としてですね、アメリカは小麦を売る政策をたくさん仕掛けてきました。学校給食とかですね、学校給食でコッペパンとかですね、あと脱脂粉乳とかマーガリンとか、その謎の食べ物を食べさせることによってですね、もうちょっとアメリカのもの買ってくれないかなという利益問題でですね、小麦が来産されてきたわけですよね。1958年には「頭脳」って本を慶応大学の医学部の教授が書いてます。これでですね、すごいんですよ。もうとにかく米食やめないと、もう日本人はもう頭悪くなるからな、残念だなみたいなことが書いてあるんですよ。これすごいんですよ、この本ね。それぐらい当時の敗戦国としての日本人の劣等性をえぐるようにしてですね、米はいかん、小麦だみたいな戦いがずっとなされてきて、いやでも米が好きなんでっていう形でですね、ずっとその米を愛してやまなかったんですけれども、ついに負けて米いいわ、そして小麦にくら替えするみたいな、そういう今大変な事情があります。本当に米なくなっちゃったら、もう食糧危機を起こされたら一発で終わりなんですよね、日本人って。もう大量餓死しますからっていうことが
ありますので、まあ、本当にこの点は国策として重要なんですが、でもこれに対して抵抗する人たちがほとんどいません。そしてそれは、もはや絶対に抵抗できないぐらいになってます。なぜか、何が闇の組織としているかご存知でしょうか。そう、それはですね、農協です。農協という組織がですね、実はもう超強力な利権集団なんですよ。 JA バンクとかあるじゃないですか。もうここら辺あんまり触れたくないんですけど、恐ろしいから。なぜ農協なのにああやって銀行まであるんだろうかみたいな感じなんだけれども、その銀行さんね、いくら預金があると思いますか。90兆円ですよ。90兆円もバンクの中にあるんですよ。結構大きな銀行です。それ実際そのお金の運用何にやってるかって言ったら、ウォールストリートで日本の最大手の機関投資家として投資してるんですよね。それぐらい農協様といえばですね、もうお金持ちの集団になっておりましてですね、でその利権お金の問題でですね、まあ、減反政策は死守すべきというふうになっております。ですので米農家を守るとか、お米は日本の宝だみたいにですね、守る人たちがいないんですよね。そして国もどんどんとそのアメリカの言いなりで小麦を主食にしたらいいんじゃないかみたいな形で日本の大事な主食を奪われていって、私たち、まあ米があったから基本的に食糧危機が起きても大丈夫だったわけなんですよ。ということなんで、米がなくなることによる餓死っていうのは日本では十分にあり得ることなので、まず私たちにできることは、最低限のお米は1年分ぐらいは計画的にストックするっていうことをお勧めいたします。これ急になくなりますんで、米騒動と一緒ですから、ドカーンと消えます。で、私の知り合いだともう1トンとか2トンとか持ってる人結構いるんですけれども、そこまでは必要ないにしても、お米はある程度の備蓄が必要かなと思います。あんまり備蓄するスペースがないですと、いや私1トンとか絶対無理ですっていう方、私も同じなんですけれども、そのような方はですね、米農家の知り合いを作るとか、あとは農協を経由しないお米農家を知り合いとしてたくさん見つけておくっていうことが一つ重要な手になってきます。つまり通販で直接やり取りができるところをいくつか持っておくっていうことですね。で、なんなら直接の面識まで持っていくっていうところで、そのお米農家を支えるというところまで行くことまで行ければもう安心だと思うんですけれども、それがない状態でこの米不足、米騒動になってですね、米をよこせみたいな戦いになった時に大変なことになってしまいますので、米不足に対する対応策はしっかりとご自身なりに持っておくということをお勧めいたします。98% の米農家が一気に消えた時にですね、どうなってしまうのかというのは誰も予想がつかない、大変なことになることだけはですね予想がつきますので、ぜひ意識しておいてくださればと思います。そしてですね、こうして今世界で食糧危機など大変な事態が頻発しています。それについてですね、ライブで最新の情報をお伝えしていますので、チャンネル登録そして通知ボタンをお願いいたします。役に立ったなとか面白かったなという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただければと思います。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次のビデオでお会いいたしましょう。